トイプードルのミックス犬の交雑は、異なる犬種の犬が交配することである。犬は、同じ種の中でも、要望の多様性が大きく、同じような外見や性質を持った集団が、犬種として区別されているが、その集団外での交配によって生まれる雑種も数、多い。このような雑種には、人間の意図とは、無関係な生殖行動によるものもあれば、品種改良や珍しい。 犬種を作り出すために行われる意図的な考察もある。特に20世紀末からは、複数の純血種の意図的な交配によって生み出されるデザイナードッグが一定の人気を得ている。異なる、犬種間に生まれる犬は、一般的には、両親の中間的な外見となる。また、雑種共生により親種が遺伝的にかかりやすい疾患を避けることができ、一般的には、病気に対する、 抵抗力が強いとされる。デザイナードッグは2種類以上の純血種の犬を意図的に交配して作られる交雑種である。ミックス検討とも呼ばれている。2種類の純血種の意図的な交雑は古くからあり、例えば1960年代から人気のあるコッカープーやイギリス王室で作られた道義等があるが、デザイナードッグという概念は1988年に、 オーストラリアで作出されたラブラドゥードルを講師とし、その他の様々な犬種とプードルを掛け合わせた犬や、チワワとダックスフントを掛け合わせた、チワックス、パグとビーグルを掛け合わせた、パグルと、様々な一大交雑種が、ペットや刺激犬として作出され、人気を得ている。また、ラブラドゥードルと、集団内での交配を繰り返して、犬種としての確立が目指されているものもある。 純血種の意図的な交雑によって生まれる雑種の中には、刺激犬として積極的に交配が行われているものもある。例えば、ラブラドールレトリーバーとゴールデンレトリーバーの一大交雑種は、盲導犬や、超動犬、介助犬、災害救助犬、麻薬探知犬、セラピー犬等として活用されている。オスのラブラドールレトリーバーとメスの、 ゴールデンレトリーバーの組み合わせによって生まれた犬は必ず短毛となるが、短毛は手入れが楽でユーザーの負担を減らすことができ、雪がコートに付着して絡まることもないため北国でも飼育しやすく、さらに雑種強制が現れ親種よりも体が丈夫になるというメリットを持っているためである。しかし、会一同士を掛け合わせると短毛の子犬に混じって長毛の子犬が生まれるようになり、 雑種強制は個体によってバラつきが出始めてしまうため、刺激目的では、会一同士の交配は行われず一台限りで刺激される。その一方で、用紙ばかりを重視して遺伝学的配慮を書いた繁殖等への批判も強い。専門のブリーダーによる交雑の場合、通常は両親種が遺伝的にかかりやすい病気がないか考慮して繁殖計画を考案し、 後輩前検診を経てから繁殖を進めるが、繁殖に関する知識のない一般家庭での後輩や、利順目的に繁殖を行うパピーミル等によって作出された愛眼用のデザイナードッグの場合、こういった点に十分な配慮なく後輩が進められ、様々な問題を引き起こすことがある。例えば、チワックスの場合、 ダックスフントの長い胴を、チワワの細く折れやすい傾向にある足が支える傾向にある。ため、足腰を痛めやすく、椎間板ヘルニアや、その他の脊髄疾患や、関節や人体を痛めたり、加齢により骨折するリスクが非常に高くなる。また、これに加えて、足が短い場合、歩行困難などのさらに深刻な問題が発生する、こともある。また、犬の品種改良には、 通常、複数の都会を用意して遺伝子プールを広げて、作出を行うが、悪質なブリーダーは、時に、親と子を掛け合わせるなどの近親交配を行い、狭い遺伝子プールで作出を行う。その結果生まれた個体は遺伝病にかかりやすくなり、結果的に犬質を大きく悪化させることになる。また、劣悪な環境下での過剰繁殖を行う場合もある。 さらに命の尊厳の問題がある。後輩の結果生まれた個体が目標とする容詞や性質に合わない場合、殺処分されることがある。また、作出や販売をやめた際に売れ残った子犬やブリーディングストックを保険証送りにしたり、最悪の場合、置き去りにして餌を与えずに放置して餓死させる等の問題も起きている。このことは動物愛護団体等に衝撃を与え、 国によっては、犬がこのような境遇に置かれないように徹底した予防と調査が行われ、犬が正常な生活を送れているかなどのチェックが行われた。また、すでにこのような状況下に置かれてしまった犬たちの保護も行われ、動物愛護法の改正も行われた。ありがとうございます。